4000万再生数。ビルボ最終日。あと36万回。驚きの真相に迫る。日曜に全力合わせて頑張りたい。今日は、ビルボ最終日であり、CD 発売週のクライマックスだ。興奮と期待が入り混じった一日だ。この瞬間、MV 再生数が4000万回に到達するまであと36万回。直近1週間の平均再生数は20万回だ。 つまり、明日の終わりまでには達成できるだろうが、正直なところ、今日中に到達したいと密かに思っている心情もある。ビルボランキングを一気に上げていこう。これはチャンスだし、何よりもファンの皆さんが与えてくれるサポートがあるからこそ可能な挑戦だ。いつも数字を与えてくれてありがとう。今、ファンたちは高まった式でいっぱいだから、これは絶好の機会かもしれない。 ここ最近は忙しさに追われ、なかなかこちらに手が回らなかった。でも今日は日曜日だし、できるだけ多くの人が協力してビルボランキングを上げていきたいと思う。皆さんのお知らせやサポートに感謝しています。いつものように数字が提供され、その中で見つけた興奮が笑顔に変わりました。ありがとう、みんな。今、みんなが敷き高まっているこの瞬間がチャンスなのは言うまでもありません。需要があったからこそ。 与えられた数字が意味を持つのです。最近はお知らせが滞っていたことをお詫び申し上げます。でも、今日は楽しくゴートゴートしていこうね。この曲はどんなに聴いても飽きない不思議な魅力がある。私の娘も隣で見ているうちにダンスが上達してきたんだって笑い。バーニナンバー、愛を応援してくれるみんな、本当にありがとう。ナンバー、愛の曲は本当に素晴らしい。この曲を聴いていると飽きることが全くない。 それにしても、娘ちゃんがダンスできるようになったのは本当に驚きだ。これは推しの喜びであり、私たちファンの喜びでもある。彼女の成功は我々の成功でもあるのだ。今週は何と言ってもデビュー曲の CD 発売中だ。みんな、一緒に頑張りましょう。推しの成功は、私たちの力強いサポートと共にある。この熱狂的な一週間を最高の形で終え、次なる挑戦に向けて進んでいこう。ワーニーナンバー。 愛の応援が力になり、一緒にゴートゴートしていきましょう。娘ちゃんがダンスできるようになったことは、まさに感動の瞬間。推しの喜びは、私たちの喜びでもありますね。この瞬間を最大限に楽しんで、ビルボランキングをがっつり上げていきましょう。推しの喜びは、私たちの力でもあります。彼らの成功が、私たちにも幸せをもたらすことでしょう。今、この文章を書きながらも、 ビルを最終日の興奮が伝わってくるようです。数字の背後には、夢と情熱が詰まっている。そして、私たちはその夢を共有し、一緒に歩んでいることを感じます。最後に、あなたはこの曲を聴いてどんな気持ちになりますか今回のビルボランキングでの成功は、アーティストとファンの結びつきの証でもあります。一緒にこの瞬間を共有し、未来への夢を育んでいきましょう。あなたの思いや感想。 ぜひ教えてくださいね。どんな音楽があなたの心を動かすのか共有しましょう。それでは皆さん音楽で心をつなげる素晴らしい瞬間を共有しましょう。